池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いよ形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7アッ m マー k f m ワ n o 1 c o m 7 9 7アッ m マー k f m ワ n o 1 c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスタジオで配信してますので、FMkno-1 を検索してぜひお聞きくださいね。 アプリケーションをご覧いただきながらお,、えー、お聞きいただき、えー、ぜひツイッャーからはコメントもお待ちしております。はい、さてさてということで今週も始まりました。えー、もう5月ね、えー、スタートいたしましたけども皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今週は、えー、北海道の札幌からお届けしております。あのー、4日間のね、私の集中講座があって先週金曜日に札幌入りしたんですけど あの、まあ、前回札幌に来た時とちょっと実は同じ状況になっちゃってましてもうね道民の方もびっくりするぐらい激寒なんですよ。<laughs> もうなんかね金曜日着いた時3度ですよ3度東京がその日ね18度ぐらいあったのでもうすっかりこう春春超えてもうね、えー、春、うん、もうちょっと暑いぐらいだったんですよその日。なので まあ、そうは言ってもね上着も持ってきたんですけどまあまや、あ、ちょっとね札幌ファッション間違えちゃいましていやーもう寒い寒いもうねなんていうんですよ底冷え ?5 月でねこんな冷えるなんて思わなかったんですよねあの私ね結構な確率でこう訪問先のファッション間違えるっていうことをやらかしてまして以前はねあの沖縄に行った時に2月だったんですけど 東京が激寒だったのでダウンコート着て行ったら沖縄に着いた時全然そんなダウンなんか着てる人分厚いダウン着てる人なんて誰もいなくってなんかすごいあの変な人に見られたっていうかあああの人あの暖かいところから来たのねああ寒いところから来たのねみたいなでもう沖縄の人はすごい薄着だったんですよねで、えー、私はウールの あのニットのワンピースとタイツとかブーツとか履いててそんな格好してるの私しかいなくてめっっっちちゃゃ沖縄でで浮いちゃったっていたてう経験があるんですよで今回はその逆で札幌がめちゃめちゃ寒くてですねあの先月来た時は札幌駅に着いた時に目の前を外国人の方がスキンウェアを着て横切ったんですけどそんな寒いだと思って、まあ、外に出たらヒューって感じでね。 もうねホテルまでほんの56分だったんですけどまあ寒い寒いうわまだ真冬なんだと思ったんですよね。それがあったので今回もあの一応タイツとかも持ってきたんですけど。 あの朝起きてホテルの窓からちょっと周りの方どんな感じでの服装なんだろうと思って、えー、タイツがいいかなストッキングがいいかなそう思って窓の外から見てたらあのそもそもねスカート履いてないですね皆さんねパンツだったんですよ全然ちょっと様子が分かんなくてストッキングで出たらもうまたもや失敗して本当に足元から冷えて冷えて。 えー、寒い寒いって言いながらあの会場で講座をやっております。<laughs> なので、あのー、ファンヒーターがね会場でお借りしてつけています。まあ、それでも昨日も今日もですね、えー、早起きして大通公園をジョギングしました。 なんかねこのね、えー、こう早朝の凛とした空気ってすごく心地いいなと思っていて、えー、札幌の時計台ですとかね札幌資料館を回って大通公園あの雪まつりの会場になっているところですねここを一周してきました公園の至るところに花壇があって、まあ、とっても綺麗なお花がいっぱい咲いていてなんかもうすごく癒されましたね朝からすごいこうあなんかあいいなと思って。 ワ、えー、ワクワクするような1日のスタートできています、まあ、えー、街中もですね周り見ると、まあ、外国人の方もとっても多いなと思うし、えー、やっぱ旅行客なのかなとっても人も多いなっていう感じがしてなんか活気が戻ってきたっていうのをすごく実感します。でもこう街中で そうですね。だんだんもうマスクを外している人、すごく増えてきたなあっていうふうにね、見えましたね。まあ、私はもう、実はほとんどマスクつけていないんですよね。電車でも外でも、あの、まあ一応マスクは持ってはいますけど、ほとんどもうつけていないですね。まあ、皆さん、いろいろお考えはあると思いますけどね、えー。なんかこう、まだこう、今もね、マスクつけていらっしゃる方。 もういらっししゃると思うし、まあ、周りのちょっと様子見をしていらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、まあ、それはもう皆さんのご判断だと思いますが私は自分の意思で外しています、まあ、日本は割とこう一緒にとか無難にっていうような、ね、風潮文化あるんですけど、まあ、海外はもうすでにマスあのコロナ終わっちゃって、ね、マスクもつけていませんからねあの誰かが動かないと変わらないですから、まあ、マスクなしでお化粧をバッチリ決めてね素敵な笑顔で。 えー、もっともっと皆さんとお会いしたいなって,なんて思ってます、あのー。先月ぐらいだったかな4月の上旬だったかな3月の終わりだったかな、あのー、私が、えー、マスクして、えー、ちょうど外でグローバルのオンラインミーティングがあったんですけどどうしてもその時間に、えー、家に戻れなくてですね、えー、ギリギリちょっと戻れない感じだったんで駅から えー、携帯でそのオンラインミーティングに参加してたんですけどマスクしたまんまあのオンラインミーティングで言ったら「あゆみどうしたの具合悪いの?」って、えー、こう海外の仲間たちから言われて「いやいやいやなんで?」ったら「なんでマスクしてんの?」って言われたんですけど「まだ日本はマスクしてるんだよ」って言ったら「えー、そうなの?」なんてびっくりされたっていうこともありましたね。 なのでえー、まあまあ皆さんいろいろご考えあると思いますけど早くね皆さんと素敵な笑顔で自然体でお会いできたらいいなって思ってますはい、えー、5月に入ってもう新しい環境にね、えー、変わった方もいらっしゃると思うんですけどもう慣れましたかいろいろね、えー、変化の時大変だと思いますけど頑張ってくださいね、まあ、世の中には「小月病」なんていうことも言われますけど皆さんはくれぐれもご自愛ください さて、今週は札幌で今私が開催しています集中講座でお伝えしているのは一貫して予測可能なビジネスリファーラルを生む仕組みということを学ぶ講座を開催していますこの中でもお伝えしているんですけれども皆さんがつかみたいミドイっていうのをぜひ想像してみてください5年後とか10年後 皆さんのビジネスがどんなふうになっていたいでしょうかそして皆さんご自身がどんなふうな人物になっていたいでしょうかえぜひこのイメージをしっかり持つことで、えー、今から未来に向かうこのギャップを埋めていくことができます。皆さんの、えー、未来を、ね、思い浮かべて、 こんな風になってたいなこんな、えー、ビジネスをつかんでいたいなとかね、えー、こんな目標を達成したいななんていうことをぜひ具体的にメモに書いてみるといいですねその要素を埋めるそのイメージを埋めるっていう要素が実は12個あるんですよね今から未来に向かってのギャップを埋める12の要素 実は以前にこの前半6個をお伝えしているので今日は後半の6つお伝えしていきますねまずその6つ何かというと、えー、反則用品の統合だったり皆さんのウェブサイト素晴らしいウェブサイトのことだったりまた自己管理とか、えー、乗り物皆さんね商業者とか使っている方もいらっしゃると思うのでそういう乗り物ですとか SNS も今なくてはならないツールですけどね または皆さんの文章力、スピーキング力、あとは、えー、皆さんが発信するメッセージ、まあ、こんなことが皆さんのイメージを作るんですよということです。例えば、皆さんの反則用品、お客様にお渡しするものとか、お客様の目に触れるものっていうのは皆さんデザインとか企画って統一されていらっしゃいますでしょうか。ここれれねあのすごくこうこれが揃ってると あこの会社しっかりしてるなとかえすごいこういい印象になるんですよねですがこれがなんかバラバラだとえこれ本当にこの会社が出してるものなのなんていうふうに逆になんか不信感に思われてしまうこともあったりします皆さんがお客様にお渡しする例えば資料とか、えー、封筒だったりとかノベルティグッズですとかあとは何かあパンフレットのようなものですとか きちんと会社のロゴが入っていたりですとか、えー、皆さんのこう連絡先、住所とかが、ね、入っているようなものに統一されているかどうか、これも今一度、ね、ご確認いただくといいんじゃないかなと思いますでその。それを見ると皆さんの会社を思い出してくれる、皆さんのことを頭に浮かべていただける、そんなようなものに、ねえー、統一されていると、信頼というのを増していくんじゃないでしょうか。 はい、そして皆さんの素晴らしいウェブサイトもうぜひ皆さんのねホームページとかもあのいろいろ番組宛てにうちの会社こうだよとかってね教えていただきたいなと思うんですけど、えー、ホームページってねもう今はもうありあのあってあなんていうんですかねもう必,必要不可欠なものになってきていますけどもここにはね皆さんのこう ブランディングっていうのがきちんとこうデザインされてるでしょうかね。このウェブサイトって、まあ、ご自身で、ね、作れる方もいらっしゃると思うんですけどもいろんな方が見るサイトですからこれはもうきちんとある意味お金をかけて、ね、プロにお願いした方がいいですよね。そしてそのウェブサイトの中ではどんな情報が、えー、発信されてるんでしょうか。 新しい情報とか有益な情報有益な内容っていうのが提供できてるでしょうかアップデートっていうのもね必要になってきますもう何年か前に作ってそれっきりっていう方はぜひ見直ししてみてくださいここは本当にこう会社の顔になってくるものですのできちんとできてるかな整ってるかなっていうのをね改めてみてくださいねそしてこれがう連絡先とかがちゃんと書いてあって お客様からのお問い合わせがしやすいかどうかこれも大切なポイントになりますね。そして、えー、自己管理うんこう皆さんお忙しいからね えー、お仕事を熱心な方はどうしてもお仕事優先になっちゃって自分のことが後回しっていう方もいらっしゃると思いますがこれは、えー、ぜひともですね、えー、ちゃんとこう自分でカンコントロールをーしていただいていつもねいい状態でいいコンディションを保つようにしましょうまずはそのためには健康管理とかねあとは時間管理スケジュール管理いろんなことがあると思いますの ねいつもこうなんかゲホ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 やってると周りの方からちょっとあの方だだ、ねえー、大丈夫かなとか加わ悪そうだなっていうふうに見られるとなんかねそれもね信頼につながっていっちゃうんですよね。うん、なのでベストな状態をいつも保てるようにちゃんとお休む時は休んで、ねえー、スイッチ入った時はもう全力で頑張れるように。 あとは食事の管理ですとかねそういったこう睡眠の管理とかそういったこともぜひ見直ししてみましょうあとは時間の管理ですね、まあ、皆さんもお忙しいと思うんですけども、えー、ちゃんとこうタイムマネジメントってできてますでしょうかそしてスケジュール管理これもね、えー、もうね私ね結構ねスケジュールね詰め詰めで入れちゃう方なんですよ、えー、よくないなと思ってるんですけど こうでも一日にできるタスクってもうある程度決まってますから余裕を持ってね行動できるようにスケジュール管理っていうのもとっても大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますなんであのでちゃんとこう一つのタスクとタスクの間にですね、えー、まとめる時間とか,なんか調整する時間とかもしくは移動する時間とかそういったところもちゃんと スケジューリングした上で計画するっていうといいですよね。私ね、ついついねこう、移動時間っていうのを考えるの忘れちゃったりとかするので、なんかそれもねしっかりしないと、まあ、先方にもしお伺いするときは、ご迷惑をおかけしてしまうこともありますからね。 こういうのもしっかりやらなきゃいけないなっていつも自分でもこう反省しながらやってます。えーえー、自分自身をね、調整すること。これ、えー、すごく大事じゃないかなっていうふうに思います。まあ、皆さんご自身だけじゃなくて周りの方にも影響してしまうということがありますからね。はい。そして乗り物ですね。これ皆さんはお仕事でどんな乗り物を使ってますかね。うん あのーまあ、電車で移動しますという方もいらっしゃるでしょうし中には営業車とか会社のトラックなどね、えー、乗る方もいらっしゃるかもしれないんですけどお仕事に使う乗り物っていうのは、まあさんの会社とか皆さんの看板を背負って走っているような、ね、ものですから誰に見られてもいいようにしておくといいですよね。の例えば ケータリング屋さんの車が泥だらけだったら皆さんいかがですか <laughs> なんかその,食,べその、ね、食事食べたいってなんか思わないんじゃないかなとかね、えー、思っちゃうので、えー、ぜひですねその車とか、えー、その乗り物っていうのが、えー、皆さんのイメージにしっかり合うようにきちんとこう、まあ、メンテナンスっていうのも必要じゃないかなと思います。あの私ね以前に、えー、SNS で ある私のクライアントの方がまそのグループのページの中にどこかで見たことのある車発見って言ってうちの家業の創価線部屋のトラックをの後ろ姿をバーンって映し出した時があったんですよねなんかハッとしちゃってあのまあ、ちょうど私のクライアントさんたちがたくさんいる町をうちの家業の 病のトラックがちょうど走ってるところたまたま信号待ちしてるのを私のクライアントさんがうちのトラックのちょうど真後ろに着いたようでその写真をあのアップされてたんですよ。うわーと思ってもうちょっとその途端にあのうちのドライバーに電話して「あもしもし?」って言って「えー、斉藤君今どこにいる?」って言ったら「お疲れ様って「今どこにいる?」って言ったら「今ど,たら今どこどこです」って いや本当あの、ま、安全運転であの頑張ってねってところでだけどまさかと思うけどタバコ吸ってポイ捨てなんかしてないよねって言ったら「いやいやしてませんよな、えー、どうしたんですか?」なんて言ったんですけど、まあ、さっきねどっかの信号で砂徳の車の後ろに私のクライアントさんがたまたまあの信号待ちで。 えー、後ろに着いたみたいでその時にうちのトラックの写真を SNS に上げてたからびっくりしちゃったんだけど、まあ、誰に見られてるか分かんないから、あのーまあ、その辺よろしくねっていうことで、えー、お話をしましたそれ以来ですねもう彼はうちのドライバーはあのー、そこの町に行く時に「あゆみさん来週行ってきます」とか、えー、事前に、あのー、言えない時は「あ先週行ってきました」とかね報告くれるようになったりしてます でもまあ皆さんだけじゃなくって、従業員の方、スタッフの方たちが、この乗り物をどう扱ってるのかっていうのも、まあ、これは本当に企業イメージになりますので、えー、そういうところもちょっとね、こう何かルールを決めたりとか、一、え、度、ー、こう、皆さんで確認してみるっていうのも必要になってくるかもしれません。そして SNS ですね。もうこれはもう今はなくてはならないツールになってきています。いろんな種類ありますけども、えー だから写真を投稿できるものとか動画を投稿できるものとかいろんなものありますよね。これはとっても便利ですし発信力が強いものなので、えー、活用するというのはとってもいいんですが皆さんはどんな内容を投稿しているでしょうかこれ、えー、皆さんが発信することってやっぱり影響あるので、えー、有益な情報を発信しているのかとか、まあ、周りの方がこう ポジティブなやる気になったりとかクく与えるようなものだったりとかね、えー、なんかほっこりするようなものとかそういったものをぜひ投稿していきましょう逆にネガティブな内容っていうのは投稿しない方がいいですよねでまた、えー、何かの批判をしてしまうとかねこれも印象をよく、えー、悪くしてしまうことになってしまいますまたその頻度ってどれぐらいでしょうか まあその種類とかその SNS の特性にもよると思うんですけども例えばこうね、えー、ツイートするようなものだったらこれは頻度が高くてもいいんですけれどもそういう、えー、目的のものではない場合あんまり頻度が高いとちょっとこう,うっとうしいなと思われてしまうこともあるので頻度っていうのも、えー、十分注意した方がいいですね。でまた 皆さんだけではなくスタッフの方がどんな投稿をしているでしょうかこれ実は結構ね大きな社会問題にもなったことがありますよね、えー、少し前に、えー、アルバイトの方が、えー、コンビニの冷蔵庫の中に入って遊んでいたりとか、えー、飲食店の調理場でこう食材を使って遊んでいる動画投稿をしたりとか そんなのを面白半分であげて、えー、もうすごくこうお店がダメージを受けた、まあ、そのお店の、ね、いくつかは、えー、結局廃業になってしまってるなんていうことも起こりましたそこのオーナーさんがもういろんな思いを持って夢を持って、えー、いろんな準備をしてお金をかけてオープンしたお店がたった一人の心ない、えー、おふざけのためにですね えー、皆さんの夢が全部ダメになってしまうなんてことが起こらないようにスタッフの人がどんな投稿をしてるかっていうのもチェックする必要があったり社内で、えー、ルールを決めておくっていうのもちょっともう大切になってくるんじゃないかなというふうに思います、えー、そのお店にとってその会社にとって、えー、不安になっていただけるような内容を皆さんが発信しできるといいですね。 そして11番目にスピーキング力と文章力これは皆さんの会社や仕事を表すものだったりとか伝えるものなので特に書面のものなんかは正式な公式文章になったりしますからここは誤字脱字がないように、まあ、こういう誤字脱字が多い文章ってとっても読みにくいですし印象悪くしちゃうしなんかこう素人感にサイみたいになっちゃいますよね。 プロフェッショナルに思われないこともあるのでここもチェックが必要になってきますあとはこうスピーキング力っていうのもこう話の要点がわな「これ何が言いたいんだか分かんないな」みたいに思われちゃうと聞く気を削いでしまいますのでね、えー、お伝えする力っていうのは磨いてい,くといいいてくとでしょうねそして最後に「復唱しやすく説得力のあるメッセージ」ですね。 ののこの紹介というのは皆さんが発信するんじゃなくて皆さんの周りの方があなたに代わって伝えてくださるわけですだからこそ分かりやすくって彼らが復唱しやすいような言葉また周りの人に説得力があってあっそういうことをやってるんだったらあなたに会いたい そんなプロフェッショナルに会いたいって思うような言葉をあなたが用意して紹介者にに事前に伝えることが大切になってきますこれ是非自分ではね皆さんご自身のことを言うのは簡単なんですけれどもえ他の方の言葉を借りて他の方の口を借りてお伝えするということを考えた時に復唱しやすく説得力のあるメッセージこれを事前に皆さん用意しておいてお伝えになるといいんじゃないかなというふうに思います。 いつもやってることもあると思いますけれども、改めて確認してみると、さらに素敵な印象とかイメージを作ることができますね。それが皆さんの未来こうなりたいとか、こんなものをつかみたいというもののギャップを埋めるのにとても大きな効果になっていきます。 ぜひ皆、えー、さん実践していただいて、えー、みなお聞きいただいている皆さんが壮大なビジネスと雄大な人生をつかめますように、えー、応援しています。ご質問があればぜひですね、えー、FM 機能カーもしくはアセン n t ジャパンホームページの方までお問い合わせお願いいたします。はい、さてさて番組からのお知らせです。 私の講座「リファーラル・サクセス・オンライン・セミナー説明会」これ毎月開催しておりますけれども今月は5月17日14時から16時30分の2時間半でお伝えしていきます。えー、これねどうやったら紹介って生み出せるのかかなとか えー、お仕事の紹介ってとっても有益だなと思いながらもなかなかそれを自分で作り出すことができないつまり紹介って皆さんが受け身になったりとか、えー、待ってる状態なんですよね、まあ、それってマーケティングにはなりません是非、えー、このリファーラルを生み出す仕組みというのを学ぶことによって自分で、えー、欲しい紹介を生み出すことができるしコントロールすることができるようになります いつ誰があなたに紹介を出してくれるのかこれが分かったら皆さんのビジネスの計画って立てやすくないですかまた欲しい紹介ドストライクの紹介っていうのを受けれるようになりますそうすることで、えー、時間を有効に生産性の高いビジネスにつなげていけるそんなメソッドをお伝えしていますビジネスで、えー、紹介でビジネスを拡大し安定させたい方 そんなプログラムの基礎編ぜひ一度体験してみてくださいお申し込み詳細はアセンティブジャパンのホームページ https スラッシュラッシュ japan.acentive.com https スラッシュラッシュ japan.acentive.com までお願いいたしますアセンティブは asentiv です ぜひこちらからお問い合わせをお願いいたします。えー、お席残りわずかとなっておりますのでお申し込みお早めにお願いします。本日もお聴きいただきましてありがとうございました。今日は1週間の始まりです。お仕事中の方、ちょっとコーヒータイム中の方、運転中の方、お聴きいただきましてありがとうございます。どうぞ素晴らしい1週間と素敵な1日をお過ごしください。Amazing Business and Spectacular Life お相手は池田あゆみでした。それではまた来週、いってらっしゃい。